はい、どうもビレッジの影谷です。ですね、先日販売しましたペコちゃんとポコちゃん の, あのミニバージョン 500g バージョンなんですけれども、ですね、あ、そうか、1kg も一応並べておこうかな。はい、こんな感じ、大きさ違いでございます。でね、販売したんですけれども、まあですね、ちょっともう早速ね、飲んでみようかなと思います。ちょっとポコちゃんのレビューをね、してないので、ぜひ飲んでみようかなと思います。実はね、前回の動画見てもらったら分かるんですが、実は ここにね、シェーカーと水が置きっぱだったんですけれども、ちょっと時間が長くなったので、あの動画分けようかなと思って、飲みませんでした。ということで早速ね、よいしょ、飲んでみましょう。飲んでみましょうの前に、まず、あ、美味しい匂いがする。はい、ココアなんで、こういう茶色です。ちょっと中にもスプーン入ってますけどね。ミルキーのね、練乳が入ってるから、楽しみです。で、いつも通り、お水は 200cc で、おちょ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 。粉は、これもいつも通り、スプーン4杯です。あ、これ見た目もあれだな、激うまチョコと何が違うのか分かんない感じですね。見た目そっくりですね。パウダーどんな感じかちょっと見せようか。ほら、これこの動画でこれをやるの非常に怖いし危険なんですけどね、粉こぼれそう。はい、 3杯かな、3杯4杯入れました。そしていつも通りローリングシェイクからの普通シェイクでね、いきたいなと思います。はい、これぐらいでもう十分でございます。はい、シェイクしました。ご覧ください、わかるかな、もう泡はほとんどというか、もう全然ありません。泡全然ありません、わかるかな。はい、2-3mm ぐらいありますけどね。はい、じゃあ匂い、香りを、ね、チョコ、ココアだからココアの匂いなんだけど、激うまチョコよりちょっとまろやかかな。あ、美味しい匂いする。はい、ということで、では早速いただきましょう。いただきます。今日はちなみに B レジェンドマッチョ29シェーカーです。いただきます。おお、うまいよこれ、うまい。ああ、なるほど、富士屋さんのミルキーの練乳が入ってるっていうのがわかる。あのね、でもね、これひょっとするとだけど、激うまチョコとミルキー混ぜたらこんな味になんじゃないかないや、それは違うかな。うん、でも、あ、美味しいね。ミルキーも美味しかったけど、ポコちゃんも美味しいよ、ミルキーココア。チョコとかココアの味なんだけど、もう飲んだ時に、口の中に入った時から飲み終わった後もずっと練乳のまろやかさとクリーミーさが口の中にブワーッと広がる感じ、すごく美味しいです。はい、またね、激うまチョコとペコちゃん混ぜてみるという、ちょっと恐ろしいチャレンジもしてみて、ポコちゃんと飲み比べなんかもいいかもしれないですね。はい、ということで、B レジェンドミルキーのポコちゃんのレビュー動画でした。ぜひ皆さん、試してみてください。ペコポコセットでね、ひな祭りペコポコセットでぜひ、買ってみてください。はい、ということで、またお会いしましょう。さよなら。ポコちゃん美味しかったです。